2日ほど前から非常にお寒さが加わりました。そのお寒い中をば切り抜けてこうして一杯のお運びありがたく御礼を申し上げます。今回がちょうど10回目でございまして、まあ5回も続いたらええやろちゅうたはる向きも2、3あったんですが、おかげさんで10回続きまして、まあこの調子なら私の死ぬまではいけるやろ、喜んでるような次第でございますが、あ今日もこの寒い中おば表でまだだいぶに待ってくれたはるらしございまして、中入りが済んだらだいぶにすくのやないかいなと、なら後の2人はどないなんねんちゅうんですが、まあ表で待ってくれたはるお客さんもございますし、今無理やりにこの林場通っていただきまして前の方へ割り込んでいただきましたお客さんもございますし、3人だけ18区の女性が諸閣さんの顔さえ見たら帰るちゅうおとなしい帰ってくれはったお客さんもございますのですが、まあこうしてお越しくださるということはなんというありがたいこっちゃろうちゅうて、今も米朝君と2人で楽屋で今晩はだいぶに飲めるぜちゅうて喜んでたような次第でございますが、まあ、今回だけはなしに毎月どうぞお運びくださいますよう伏してお願い申し上げます。もう近頃はあのテレビってなもんができまして、もう我々でもちょっと寒かったらうちでゆっくりとお布団へでも入ってテレビでも見ようかという気持ちになるんですが、まあただでもあろうか440円も出してくれはって、こうしてたくさんに来てくれはる、ああまあ人間その人その人によってみんな好き好きですな。ひょっとしたら中にはようあんなもん440円も出して聞きに行くわちゅうて、うちで今自分何の茶蒸しか何かでいっぱい飲んでる人もあるやろと思いますけれど、人間というものは10人よったらとはらみんな違うもんですな。おい、いやいやみんなそんなとこに固まってんのこっちおいでこっちおいでちゅうね。いや実はな今この男が言い出しよ、この人間というものは皆それぞれ顔が違うように、その人間その人間によって皆好きなもんが違うとこない言い出しよって、なるほどこの男の言うた通りやなあ。そやろ、例えばやで、俺が世の中でこんなうまいもんはないって言って食うもんをお前が食うて必ずしもうまいかって言ったらそやないわなあ。このガキようこんなしょうもないもんうまいって言うて食いよんな、わいらちんとどんどんならんてなもんでな、その人間その人間によって皆好きなもんが違うん、今までこないして大勢よってわーわー言うてるけどまだいっぺんもそんなことしたことはない、ね、今日は一つな皆の好きなもん探り合いして遊ぶと思うねがどないや。おおこらやらおもろそうな、やろやろやるか、やんねやったらこっちの端から順番に探れるさかい順番に答えてや。おい探れるがお前一番好きなもんなんや。そやな、まあ俺の一番好きなもんやったらやっぱし酒か。なるほど、聞いてて嫌味がないな、一番好きなもんが酒な、男らしいで分かった。おいそっちお前一番好きなもんなんや、二番目が酒や。聞いてみんならんちゅうなここや、えらおもろい、この男は酒が一番好きやって、あいつは二番目が酒やってな、やっぱしあいつとこいつと思うことが違うだけがおもろいな。でお前の一番好きなもんは何や。お前の一番好きなもんは二番目が酒や。で今それは聞いて分かった、二番目の酒は今聞いた、今聞いてるのは一番好きなもんは何やっちゅうね、一番好きなもんは二番目が酒や。なぶってたらしまいに張り倒して、誰が二番目たんねてんねん、お前の一番好きなもんは何やねん、お前の一番好きなもんは大名古屋。いやらしゃっちゃでおい、なんじゃ気兼ねして言いにくそうにしとるとってあんなこと見かしゃんかって。おいそっちお前一番好きなもんなんや。いやな、俺はどっちか言うたら油っぽいもんが好きやだかい、まあ上等の天ぷらか。あ天ぷらな。おいそっちは、俺はまたこいつと反対や、あっさりした鯛の作りか。ああおもろいな、こっちは油っぽいもんがええ、あの男あっさりした
貝の作り、えらい贅沢なもんがつっちゃな。おい、その次お前一番好きなもんなんや。まあそやな、俺の一番好きなもんなら麺類ではぼたもちか。何？麺類ではぼたもち。はっきり言いやがったで。おい、ぼたもちあれ麺類か。はあ、ぼたもちあら魚類か。よそなおのどうか。わからなんだ、そんな難しいこと言うな。なんでもダメえんねや。おい、そっちはキャラメル。いっぺんあるがきどつけ。としたらしてキャラメルやと。なんか作ったんだ。おい、お前一番好きなもんは。せやな、俺やったらまあこれぐらいの丼鉢か。丼鉢、丼鉢。またケチャなもんが好きやな。いやいや、空の丼鉢じゃないねや。この中に入ってるもんが好きやねん。中に入ってるもんが好きって何や。いや、あのな、炊きたてのまだ十分埋めてないと熱々の飯をそう山盛りいっぱい。そこへな、ごく新しいババーンとぶつ切りにしてな、いつ切れほどこう並べといてな。ほんであの、わさびのよう切ってやつ。あいつはバーッと切ってな。ほんで、これ上からわさびかけてな。ほんであの、卵。うん。これもえらい贅沢なようなけどな。肉ほどポンポンとあって白身掘ってもてな。黄身だけかけてな。ほんで、浅草海苔のええやつをな。これをはとろ火でよー炙っといてな。上からパラパラーとかけてな。ほんで、こいつはガーッとかき回して、ハチハイ行く。よ、そんなもん食うよ。化け物やがな。何飲んだすねん。おい、その時、お前、一番好きなもんなんや。せやな。まあ、俺の一番好きなもんなれば、おぼろずっきょか。おぼろずっきょ。おい、聞いたか。柄にもないこと言おったで、おぼろずっきょ。あのな、柄にないこといいね。おぼろずっきょがどういうわけですっきゃ。いや、おぼろずっきょの場にな、俺がなるべく人通りのない寂しいとこ歩いてんや。ほな、足にコツンと当たるもんがあるさかいな。なんやろうなと思って拾ってみると、上等の札入れや。うち持って帰って、電気の下で開けてみたら、中にお前、札がいっぱい詰まったん。早速警察に届けてんの。ほんで、1年ほど経って忘れた自分に警察から出頭命令が来る。何事やろうと思って出頭してみると、例の一件落とし主が知れん。君はこれだけの大金をば、まあ、大それた考えも奥さんと正直に届けた。なかなか近頃の人間としてはできんこっちゃ。先導警察の署長に褒めてもろて、その札入れもらうのが好きや。誰かとやがん。いや、そんな厚かましこと言うな、おい。いや、俺の種ってのはな、そんな贅沢なもんやなしに、ちょっと食べるもんでは何が好きやっちゅうね。そら豆、えらい違いやな。そら豆とお前、さったばと同じようになるかい。よう、あんな合うなと言うで、ほんまに。いや、まあ、やっぱし聞いてみんならもんや、おもろいな。それぞれみんな違うわな。しかしな、今日は好きなもんだけではおもろない。この反対語か。反対中と、例えば嫌いなもんとか、または嫌なもんとか、怖いもんとか、いろいろあるやん。あ、そうそう。そう、昔あの、徳川家康っていう人がいたはったな。知ってるか。ああ、知ってる。いたって心安い。嘘つけ。あの、徳川家康という人はな、あれだけの英雄やったけど、カエル見たらいっぺんに顔の色が変わったちゅうな。これは臆病やない。怖いねやない。つまり虫が好かんじゃっちゃな。だから今言うてるやっちゃ、好きなもんの反対に虫の好かんもんとか、嫌いなもんとか嫌なもんとか怖いもんがあるはずや。これも順番に尋ねるさかい答えてや。おい、やばいよお前から尋ねようか。お前の一番嫌いな怖いもんやったら何や。いやな。まあ嫌いな虫の好かんもんやったら、俺やったら蛇か。ああ、蛇な。ほら、誰でも嫌がるな。わかった。おい、その時お前は、あ、俺もこいつをなしたね。あの長もんちゅうの嫌い。大事な。あの、ぬる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 した感じな。ほら、もうどんならんねん、せやかいな。まあ、蛇だけに限れへん。うなぎやとか、土壌やとかな。ミミズやとか。まあ、あんなはどんならんな。なるほどな。これもな。つまり、虫がつかんじやっちゃな。わかった。おい、そっち、お前の一番嫌いなもん、なんや。え？いや、お前の一番嫌いなもんは何やっちゅう。でな、俺、はい、だから偉そうなこと言うてるけどな、猫が怖い。え？猫が怖い。いやいや、何も恥ずかしがあることあれ。な、犬やったらどんな大きな犬でも怖がらんけど、子猫、な、
その猫ってやつはあんまり君のええもんやない。せやかいお前が猫が嫌いっていうその気持ちはよう分かる。うん、分かった分かった。はい、そっちは俺は犬や。猫はなんぼでも可愛がるけど。お前絶対なな。え、さっきこの男が天ぷらって言ったらお前あっさりしたお前鯛の作りや言うたな。え、こいつがお前猫が嫌いやって言ったらお前猫は好きやけど犬が嫌い。いや、そんなアホなと言うで、んまに。おい、その時、お前一番怖いもんなんや。じゃあな、まあ、かかの留守の時に、お前が洗濯したふんどしか。ちょいちょいわからんこと言うな。何や、それ。かかの留守の時、お前が洗濯したふんどしが怖いってどういうわけや。塗りつけすぎて怖い怖い。どっちあるかい。先に好きなもんはって言うたらキャラメルってやがる。え、ほんで怖いもんふんどしちゃうんだもん。意外にしときゃおい。おい、その時お前単なるがお前の一番怖い嫌いなもんなんや。ケツネ。何ケツネ。あのな、もう今時の若いもんがケツネってなこと言いなや。人に笑われるで。第一やで、キツネやとかタヌキってなもん、騙されたり馬鹿されして初めて怖いとか嫌いとか言えんねん。さ、それがお前がこの前騙されて、お前が、ほう、いつのこっちゃ、忘れません、去年のなっちゃん。去年のなっどこで、いや、この町内で。おかしいな。なるかいな、この町内で、去年の夏に、お前が狐に騙された。ほんまかいな、うん、ほんまや。誰が嘘つくかいな。あのな、去年の夏な、そやな、時間にしたら夕方の6時頃やったかな。ああ、俺、風呂から帰ろうと思って、そう、あの横町にあの、炭屋があるやろ。炭屋の前へ何の気なしにこう歩いてたよ。ほな俺の目の前大きな白犬が飛び出しよった。え、俺は大体町内うろうろしとる犬は知ってんで、だけどそんな大きな白犬見たことないの。はは、この町内であんまり見かけん犬やがなと思ってじーっと見るとな、それが犬やないね。なんや、棒が太い狐や。え、そう、お前らも知ってるやろがな、あの自分、そう、年寄りやとか、おなご、子供連中が、よう、あの、炭屋の近所で、戦後されたちゅう噂が立ってたやろ。ははーん。このドギツネの仕業やなと思ったさかいな。早速俺らネギ、つかかっと行くな。え？げんこつ固めて、その、キツネの額のあたりを一つ、バーンと行った。まともにくれやがって、ゴラッとひっくり返るよ。早速、首筋ガーッと。